タジキスタンで販売されているクルトクルート、クルト、カザフ語、QRT、タタール語、コート、QRT、ペルシア語、ラッチ、または、キャシュク、モンゴール語、アールール、アールは、主に中央アジアで食されているチーズの一種である。クルトは、スズマやタラグなどと呼ばれる脱水した、サワーミルクやヨーグルトを、さらに乾燥させて作る。 クルトの形は球状に丸めたものや短冊型にしたもの、塊に成形したものなど様々である。時に塩を加えることもあり、中国内の内モンゴル自治区では味と香りをつけてキャンディとして配布されることもある。イランではサワーミルクを攪拌してバターを取り出した後に残ったドゥグをさらに攪拌し、固形分を乾燥させたものがキャシュクであり、 さらに残ったホエーを高温で煮詰めた黒っぽいチーズをガレグルートまたはキャラコーリートと呼びスープや魚料理ソースに加えて利用する。クルトはトゥルク諸法において乾燥を意味する単語である。ゲルの屋根でアールールを日干しにするクルトはそのまま食べるが調理して食べることもあり例としては水で戻してヨーグルト状にして食べる。アゼルバイジャン西部地域では クルトを手で水に溶かして使用することが多く、アゼルバイジャンのラザニアタイプの伝統料理であるホンゴルにも使用される。水で戻したクルトは、タジキスタン、アフガニスタン、イランで見られる、ペルシア系の伝統料理クルターブの重要な素材となる。キャシュクを利用したイラン料理には、キャシコバーデンジャーンクービーデやキャシケバーデンジャーンなどがある。アフガニスタン料理の主菜の一つに、キッチリークルートがあり、 水で戻したクルートを塩、おろしニンニク、少量の唐辛子で調味し、肉のコルマや煮込んだ小蓋を添え、緑豆と米の蒸気チュリーにかけて食べる。また、水で戻したクルートにニンニク、塩、胡椒を加えて煮立てたものを、クルーティーと呼び、乾燥したミントを振りかけて、ナーンにつけて食べる。ありがとうございます。